こんにちは、あいこです。ご視聴ありがとうございます。はい、今日は5月の9日です。今日はお茶会のお知らせと、あと最近のこと少しだけお話ししたいと思います。はい、お茶会はですね、5月の26日木曜日、午後1時半から東京都東大和市で行います。詳細は概要欄に貼りますので、ぜひそちらで、今回4回目になるんですけど、1回目2回目3回目の様子を見ていただいたり、お申し込みもそこからになりますので、はい、ぜひ気軽に来ていただければ嬉しいです。そう、この後話すことともつながるんですけども、やっぱり社会がおかしいなと私は思っていて、そうですね、なのでこう同じ思いの人とどんどんつながって、自分らしく生きる、そう、みんなが同じことやるっていう意味ではなくて、それぞれが自分らしく生きるようなこうつながりをね、どんどん持っていきたいので、ぜひよろしくお願いします。で、近況というか、この前の動画とその前の動画でも出させてもらったんですけども、本当に自然な体験をしてきたんですね。まず勝浦市、千葉県勝浦市で、キャンプなんですけども、そこで暮らしている人たちの生活を一緒に体験させていただくようなキャンプだったので、いやー、それは何ですかね、その辺にあるものを野草をね、取ってきていただいて、みんなでこうね、楽しい時間過ごしたりとか、やっぱりいいなって思ったし、帰りに寄ったいすみ市ね、一度行ってみたかったんですよ。はなりんさんのね、お話でよく出てくるので、学校給食もオーガニックにしているといういすみ市に行って、ブラウンズフィールドというところに行ってきたんですけども、まあ自然豊かで、田んぼではね、カエルの鳴き声が聞こえたりとかで、見に行ったらオタマジャクシとか、それ以外の虫もたくさんいて、なんか本当にいいなって、ヤギさんがいたりとか、そう、トイレもね、髪はね、流さないでくださいねっていうね、感じなんですよね。本当に自然に暮らすっていう、こういうことだなって、いただいたね、スイーツもとっても美味しくって、なんかこういろいろ明確になって帰ってきたんですけど、でね、次の日に私、免許の更新に行っちゃったんですよ。そう、行っちゃったっていうか、行かなきゃいけなかったのでいいんですけど、私これしないじゃないですかね。やっぱり、まあ私がそれの説明をするのにまあまあ大変だったんですね。でも皆さん安心してください、ちゃんと話せば伝わるので全然問題なかったんですが、まあそれ以外ね、中の様子とかもまあすごいんですよ。こんな仕切りがそこら中にあってね、なんだろうここはって、昨日までの自然豊かなところと、なんだろう、ちょっと比べちゃって、ちょっと悲しくなったんですよね。そう、でもね、だからってこう落ち込むんじゃなくって、そう、お茶会にもつながるんですけども、やっぱり私は私らしく生きられる社会をちゃんと自分だったり家族だったり仲間だったりに整えたいなということは、やっぱりたくさんの人とつながって行くことだなって思ったんですね。なのでお茶会も続けていきますし、あとはこの情報発信をもうちょっとしっかりやっていこうって思ったんですね。本当に私、この情報発信は1月にはなりんさんのコンサルを受けたことで、よし、やってみようって思ってこう突っ走ってきた感じがあるんですけども、まあ、特にこの YouTube と Facebook とブログなんですけども、まあここへ来てもうちょっと見直してみようかなと。どんな機能があるのかな、どんな風にやったらもっと人に伝わるのかなっていうのをやり始めまして、
そう、特にあの昨日あたりはねブログを結構いじってたんですけど、本当にね私まだまだあの駆け出しなんですが、そうテーマ別に分けてみたりとか、あとはそう、あとねデザインもちょっと変えてみたのでよかったら見てください。あとは広告を外してみたんですよ。そう、あの結構勇気がいったんですね。あの今ね私こう定期的な収入がない状態なので、あのなんかねこれを買うぞっていう時にえいって買うことはできるんですけど、広告を外すとかっていうと毎月毎月1027円だったかながこう落ちるわけですよね。なんかその毎月の支払いみたいなところにちょっと今怖さを感じてしまうようなあの生活をしていたので怖かったんですけど、なんかやってみたらいいよみたいな声がどこからですかね聞こえたので、そうやっぱりね読んでいただく方がね読みやすいっていうことは、まあ読んでいただけるということはやっぱり私の思いがこういろんな方に伝わりやすいんじゃないかなっていうところでやってみました。そうまたね外したからどうなりましたみたいな話はまだできないんですけども、あとは私あのずっとこのスマホ一つで YouTube も Facebook もブログもやってたんですけども、やっぱりパソコンの方が効率がいいんじゃないかなっていう話も聞いたので、パソコンも使うようにしています。まだ慣れないのでこう逆に時間かかってるような部分もあるんですけども、なんかね慣れてくればやっぱりこっちの方がいいかなっていう感覚はあります。でまあでも最初からねパソコンでやってなかったのも良かったかなって思ってて、実はというのがあのスマホの方がやりやすい場所もあるんですよね。こう両方できるんだけどスマホの方が簡単だなみたいなのもあって、で今だからね両方使えるようになっていることがいいかななんて思ったりしています。はい、今はこんな感じなんですけれども、あのそうあとはねフォローしてくださってる方の記事を読ませていただいて、よりね勉強させていただいたりとか、そう私からこうネット内でもねきちんと挨拶をしてこう信頼関係を築いていくっていうこともやっていきたいなと思っていますし、よろしくお願いします。そうお茶会ではねこの間あの勝浦で取ってきたねよもぎをお茶にしてあの皆さんに飲んでいただけたらなと思ったりいろいろ考えておりますので、ぜひいらしてください。あ、そうそう玄米回路もねあの本当にこの時期特に夏の冷房とかもね本当におすすめなので、そうですねその話と、そうあと最後にあのブラウンズフィールドの写真、とても自然豊かな場所の写真撮ってきたので最後につけて終わりにしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。